元気か。どうやら今日は運がいいみたいだな。ああ、ここは最高だな。冒険中にしてる野宿とは比べ物にならないくらい快適だぜ。木の裏に隠れる必要はないし、魔物に襲われる心配もない。空から石が降ってきたり、地面から突然トリックフラワーが出てきたりすることも。いいのか？やったぜ！俺は幸運だな。お前みたいな仲間に出会えて。いやいや、俺の冒険はいつもそんな感じだ。それに、お前が気遣ってくれたら、傷も痛く感じないぜ。本当だ。これからもよろしくな。いいぜ。俺の冒険談を聞かせてやるよ。何日か前に、冒険の途中で変な色したラズベリーを見つけたんだ。食べてみたら甘かったんだけど。いや、お腹を壊すとかはもう慣れてる。最初は色とりどりの光が見えて、いつの間にか小人たちが頭の中で踊ってた。しばらくして具合は良くなったけど、ただそれを持ち帰ってこなかったことを後悔してるんだ。実物が手元にあれば、みんなにこのラズベリーは食べちゃダメだって見せられたのに。いや、これは俺がやるべきことだ。みんなには世話になってる。俺も恩返ししなくちゃな。ありがとう。でも俺自身について気をつけても意味はないんだ。だから他人のために気を払ってあげた方がいい。ああそうだ、今度また冒険に行くときは俺を呼んでくれ。俺がいればこういう危険を避けられるぞ。冒険者にとってやりたいことといえばもちろん冒険だろ。ゴールにあるお宝のために未知なる旅路へと足を踏み入れ。あーっと違う違う、俺が本当に言いたいことはお前の力になりたいってことだ。ほら、俺って体格にはあまり恵まれてないだろう。でも痛みにはめっぽう強いな。だから持久戦は得意なんだぜ。それに普段からしょっちゅう怪我をするから包帯を巻くのにも慣れてる。そうだったな。もう一緒に行動して長いもんな。それはもちろん、お前が俺の憧れる冒険者だからだ。実は今言ったことについてこれまでにも何度か考えたことがあるんだ。俺はもちろんこれから先も自分の使命を果たし続ける。でもそれ以外にも追い求めるものができた。これは俺の独りよがりかもしれないけど、俺はお前の信頼を得てお前から頼られるような人になりたい。困難を分かち合える仲間。今度は俺がお前の力になりたいんだ。ありがとう。これはどうしたんだ。嬉しいことのはずなのに。ありがとう。おやすみ。十分な休息を取ることは次の日の冒険にすごく重要なんだ。夜更かしするなよ。おはよう。新しい一日は新しい冒険に行こうぜ。